司令殿の天然素材、幻想郷最強の鳥頭である霊宇治打子、司令殿の苦労人火炎病凛、予想の斜め上を絶えず走り続ける悟空をお凛は見事コントロールできるのか。第4回東方 M1 グランプリ優勝、トカマクラブ。どうも、はい、どうもこんにちは、ズングースカ、トカマクラブです。よろしくお願いします。何を落としたの？ズングースカって何？母船が大爆発ですけどもね。あ、今日もこんなにたくさんの、はいはい、NISA の方々が、いや全然違いますよ、忘年会に来てらっしゃったということで。 NISA の方々は忘年会の暇なんてありません。徹底的にして自分を戒めて帰ってくださいね。笑って帰ってくださいね。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、そういえばおりん。何？寺子屋でクラス替えしてさ、うん、知ってる顔はおりんしかいないじゃん。ああ、あんただけになったもんね、同じクラスは。そうそう、だからみんな気になってるんじゃないかな。ん、何を？1年の時おりんがどんな人だったか。え、どういう人物かって？そうそう、そんなこと誰も興味ないでしょ。どんな人で一体どれくらいなのか。気になると思うんだよね。はぁ、何カップとか誰も気にならないって。気になるってこれ。言わなくていいよそんなこと。ちょ、言ってやってよ。やだよ。照れるなって、すごいのよこの子。いいって。言って、怒らないから。なんであんたに怒られないといけないの。言ってよちょっと。やだって。言ってって。ねえねえ、もう。はい、言います、みんな聞いて。Cカップ。 C ですよ皆さん、C ですよ、すごいでしょ。まあまあ、もういいよ。 C って言ったら ABCDEF、 C ですよ。なんで F まで言った今。すごくないですか C って。すごくないよ別に。すごいってオリンは。どこがよ、皮肉んないで。いいな、いいな。いやいや、あんたの方がすごいでしょうが。いやいや、私なんて。はぁ、喧嘩売ってんのさっきから。だって私は Z だもん。いや嘘つけ。 Z カップなんて聞いたことないよ。うん、みんな聞いたことないって。私だけなの。誇張すんなっつーの。何よ Z カップって。本当だよ、ほら見て、通信簿。そっち C。 いいな、オリンは頭いい、羨ましい。鳥頭、悟り様助けて。そうそう、あのね聞いてよ。もう何よ。私来年結婚するのよ。はぁ、ちょちょちょ、急角度すぎてついていけないんだけど。給食のお兄さんいるじゃん。人間の？うん、あの人とね。本当に？うん。いやいやいや、マジで言ってんのそれ？うん。ちょっと全然知らなかったよ。いつから付き合ってたの？付き合ってないよ。はぁ、どういうこと？まだ喋ったことないもん。いやおかしいでしょ。間をいくつ端折ったの今？今日の帰りに婚姻届出しに行くの。出せないよ。なんで？相手の同意もいるんだから無理に決まってるじゃん。そうなの？しかも相手は人間でしょ。もし付き合えたとしても結婚ってなったら親が反対するって。親が反対？だってあんたはやたがらすだよ。一緒じゃん。いや全然違うよ、種が違うもん。種が。いやいや、結婚したい。どうしてもあの人と結婚したいの。もう困った子ねあんた。じゃあ分かった。お、もしお兄さんと付き合えたとしても結婚ってなったらやっぱ最後に立ちはだかるのは親だと思うの。親か。そうそう。なるほど、じゃあその親を倒せばいいのね。絶対ダメ。ダメ？なんで？そんなことしたらお兄さんに嫌われるよ。え、やだ、私嫌われたくないよ。それならちゃんと親に挨拶に行って説得しないとね。うん、でも私ね、うん、そういう挨拶とかなしで行こうと思ってるの。いやなしじゃダメよ、飛ばしちゃダメ、うん、ちゃんとしないとそこは。そうか。服装とかちゃんとしていくの。どういう感じで行けばいいの。落ち着いた清楚な和服とかを選んでいきなさいよ。それあのタンクトップで行くっていうのはもってのほか。ラフすぎる。でも湖に泳ぎに行った帰りならタンクトップでもいい。いいわけない。いいわけないよ、なんで泳いだ帰りに行くの。そっか、砂がね。そういう問題じゃないよ、砂がつくとかじゃない。ん、湖は別の日にしよう。ちゃんとした服を着て菓子折りを持って挨拶に行くの。そっか、じゃあちょっと練習しとこう。いや早すぎない？お兄さんを口説くのが先じゃないの。ほら、鶏が先か卵の先かって言うじゃない。卵が先ね。意味履き違えてるしね。やってみようよ。うん、じゃあやってみる。うん、練習してみよう。うん、もののけのメスが挨拶に来るんだってね。来た。はい、どうぞ。失礼します。お、どう
東毛空です、よろしくお願いします。ちょ本名でしょ。あーそっか、本名だよそこは。ちょっとテンパってつい源氏名の方が出ちゃった。源氏名だったの？お空でアリンス、やめなさいよあんた。違う、本名ね。本名言いなさいよ。はい、はじめまして、ルーミアです。いや違うじゃん。何ルーミアって、なんで語ったの？だって好感度アップするもん。しないよ、あれ人分妖怪だよ。おかしい？おかしいって、ここは人間の里よ、相手は人間なんだよ。そっか、いいから本名言いなさいよ。本名、私の本名はちょっと伏せてあるからここでは言えないよ。いやいや、本名知れたらストーカーとかにさ、いやいやいや、狙われるかもしれないじゃん。ないない、いやここでは言わない。大丈夫、言いなさいよ。伏せときたいのよ本名は。いいって、言っても大丈夫だって。いや絶対、これは絶対譲れないとこだし。いやね、術法。誰それ？あんたの名前よ。何を伏せようとしてたの？レイ、え？レイウジ打つ方。はい、レイウジ打つ方。レイウジ打つ方ね。ダメよ忘れたら。はい言って。レイウジ、レイウジ打つ方。打つ方。そう覚えた？うん覚えた。じゃあ入ってきて。うん、失礼します。はい、はじめまして。あ、レイムはウジ虫です。誰だそれ。レイムはウジ虫って、え、ブラックすぎるわ。なんだったっけ。レイムは、いや違う違う、レイウジ打つ方。レイウジ打つ方。あーそうだ、こうやって覚えてたの。どうやって？全部アダンなんだよ。ん、あの母音が？そうよ母音よ。ちょっと話して、いちいち変換して広げないで、話が進まないよ。だからアダンなの。名前がってこと？いくよ。うん、レイウジ打つ方。ね？ねじゃないわ、アダンが一つもないじゃない。あそうそう、一つもないで覚えてたの。余計ややこしいよ。逆に覚えられないって。では失礼します。ちょっと待て、失礼しますじゃない、何しに来たの？アダンのことを。アダンの紹介じゃないよ、大事な話があって来たんでしょ。大事な話が。あーそっか、じゃあ上がっていいですか？まあまあ上がんなさい上がんなさい。はい。おい湖帰りか。ちょやめてよ、玄関が砂だらけになるじゃん。あーちょっとこれもね。水着も？やめろって言ってんでしょうが。シャワー浴びて着替えてきなさいよ。よし、お母さんお邪魔します。もういいよ、上がんなさい。で話って何なの？今日お母さんに。うん、あの、いやだから何なの。お母さんに。何？孫を見せに来たんです。早いね随分。孫かも。孫、はいはい、おいで。おいでじゃないよあんた。はい、おいで。老けてない孫。随分ね、可愛いでしょ孫。で、いくついくつ？74歳になります。いや年寄りじゃん。ゲートボールやってましてね。ゲートボールやってんだ。なんとゲートボール協会の理事をやってるんですよ。晩年を謳歌してるじゃん。ね、すごいでしょ。違う違う、早いよあんた。どうしたの？前の段階に戻ってよちょっと。前の段階？子供を飛ばして孫とか間をはしょりすぎ、先から。そう？100年も経って来られたら困るね。前の段階から。うん。お母さん。何？お母さん。何？息子さんを、息子さんを紹介してください。はい、おかしい話がだいぶ。なんだ紹介してくださいって。息子さんを紹介してください。ダメよ、ほらほら、紹介なんてするわけが。こっちへおいで。小さくない？息子今度。はい、おいで。はい、私の背中に乗って帰ろうね。誘拐、連れてっちゃダメ。私は大丈夫ですよ。こっちが大丈夫じゃないよ。私は下は4歳から上は8歳まで大丈夫。変態じゃないの。地元では宮崎と言われています。私研修だ。おいほら、青かお前。しかも男の子好きならショタコンでしょうが。そうそう、ショタコンクール。何よそれ、何のコンクールよ。ないかな。ないよ、違う、前すぎたねだいぶ。あら、息子さんをくださいパターンでお願いしますよ。うん、お母さん。何？息子さんをください。ダメだ。なんで笑った今。ダメだって言ったのよ。なんか私もわからないです。わか、ダメ。いいじゃないですか。ダメだよ。お願いしますよ。ダメだ。いや、あんたは妖怪だろ。はい。妖怪と人間が結婚できると思ってるのか。結婚、思います、思いますよ。思います？あ、思いませんよ。ませんって何なの。絶望的ですよこれは。そうでしょうか。なんとかそこを。ダメよ妖怪なんか。じゃあ普段は何をしてるの？地下の方で核融合をしています。普通じゃないもんそれが。いかにも危険そうじゃない。ダメダメ、まず妖怪をやめなさい。え？人間に生まれ変わって出直してきなさい。わかりました、じゃあ妖怪やめますよ。やめられるの本当に？歴史家になりますよ。歴史家？種族は？ヤタガラスですよ。妖怪じゃないの。やめてないじゃない。私真剣なんですよ。真剣って無理だよ歴史家なんか。
私先日、紙と筆を買いましたよ。なんで先日なの？100均で買いました。100均ってちゃんとしたお店で買いなさいよ。それで幻想郷の歴史を500ページ書きましたよ。周知じゃないの。しかもレシキってなんだよ。ダメだこんなの。歴史家ダメだったら絵描きになりますよ。絵描き？種族はヤタガラスですよ。妖怪じゃないか。だから人間に。私先日、クレヨン買いました。バカだろお前は。なんで先日なの。24色のクレヨン買いました。4色って言いなさいよ。何よ4色って。昨日1日かけて悟り様を描いてきました。見てください。人格じゃないの。悟り様が。お母さん絵描きダメだったら。なんだよもう。私実は何白鳥になりたいんです。ノイローゼなのあなたは。人になりなさいって。白鳥になって夢があるんです。何よ夢って。鳥人間コンテストに出たいんです。鳥は出れないよ。鳥人間コンテストに鳥は出れないよ。じゃあどうすればいいんですか。人間になって出直してこいって言ってんでしょうが。私は人間になんかなりたくないんですよ。ほらほらね。本音が。息子さんが妖怪になればいいじゃないか。あー言っちゃった。息子さんが妖怪になって私を食べさせればいいんだよ。言っちゃったよお前。息子さんが食べさせれば。食べさせるって。あーん、おいちってそっちじゃねえわ。分かってるよそんなの。そっちの方じゃないわ。そんなの妖怪のくせに人間の紐じゃないか。紐になりたいんですよ。あーまた言っちゃった。紐になって夢があるんですよ。なんだよ。紐人間コンテストに出たいんですよ。大ローゼかお前は。紐人間コンテストに紐は出れないんだよ。にゃーい、にゃーい。手は出すな。なんで殴るのよ。もういい。話にならんわお前。お前って誰に口聞いてんのよ。息子さんとはね、離婚させてもらいますよ。結婚してからひえいい加減にしろ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや面白かった。展開が読めないんですよね。本当に本気で笑いました。さあトカマクラブどうも。はい、どうもどうも。いかがでしたか。また皆さんの前でネタができただけでも満足です。月から無事に生還して。そうなんですよ。半年くらいさまよって死ぬかと思いました。そんなに。偶然小石様とばったり会って。小石さんが。はい、なんとか帰ってこれました。いろんなところに行かれるんですな、あの方も。自分探しの旅とかなんとか。なるほど。ではお空さんは。うん、いやいや、いかがでしたか。相変わらずですね、お空さんは。安定したお空クオリティですね。でははい、審査員の皆さん、はい、点数をお願いいたします。ジャッジ。さあ、おかまクラブ点数はどうなるのか。出ました。94点、96点、100点。あれ、プラスアルファ合計点は290点プラスアルファです。より姫さんの点数が出てませんので。そうですね。より姫さん、あれ。いやいや、誰。私は使いのものですけど。はあ、あのいかがでしたか。あのお湯加減ですか。お湯加減。はい、いつもお湯加減で怒られて。あ、はいはい、ごめんなさいね。どこ行ってたんですか。お風呂沸いたから。僕も長年司会やってますけど、ネタ中にお風呂入る人は初めてですね。で、ネタ？ネタですよね。はい、いかがでしたか。ざっと見てくるからお待ちを。でたらめやな。では笑いうずめのみことさん。はい。素晴らしかったですよ。おー、そうですか。大いに笑わせていただきました。ほんの一瞬ですけど。やっぱ厳しいですね。見て、おりん。あの人頭に変なのつけてるよ。ちょっと、おくん。舐めてんのかてめえ。出た。おりん、あの人怖い。ちょ。みことさん、不思議と威圧感ありますね。ごちそうさまでした。はい、神様、お笑いを拾いました。ガラクタ屋さん。誰がガラクタ屋さんだ。見た見た。いかがでしたか。すごいですねこれは。お、まず点数ね。はい、34点。では改めて合計点は324点プラスアルファです。はい、さあいかがでしょうか。展開が全く読めないですね。はい、ツッコミはまあ普通ですけど、ボケはレベルが高い。ほうほうほう。三日月流のグーテンベルク D の使い方がうまい。何ですかそれ。天丼返しのことですわ。あー、なるほど。おくうさん。
荒削りですけど、基礎からちゃんと鍛え直せばこっちでも通用するかもしれませんね。おお、ベタ褒めですね。どう、こっちへ来てみない？あんた誰？あなた私を知らないの？ん？オリン、あの人知ってる？ちょ、月の都ですごく偉い人だよ。へえ、月の都で一番エロいんだ。偉いね。えらい。エロい。ああ、そっか、そっち系か。ですよね。ああ、残念。まあなかなかね。では結果が出るまでお待ちください。トカマクラブでした。ありがとうございました。さあ、はい、いよいよ最後の一組です。はい、次で優勝者が決まってしまいます。それでは行きましょう。最後になります。はい、次のコンビはこの方たちです。どうぞ。